はい。皆さん、こんにちは。ワネルゲルビッシュです。では、今回は、信長の野望、大志、続きをプレイしていきたいというふうに思います。柴田勝家との戦争、北陸戦線ですね。今、朝倉山を攻めている左近、これを攻め終わったら、一旦、部隊を、領内に引き上げておきたいと思います。少しばっかり、兵糧が心もとなくなってきたというのが一番の理由なんですが、そこはね、今後のためにということを考えておきたいというふうに思います。では、時間を進めていきましょう。朝倉山はね、普通に攻め取れる。大聖寺も取れるかな、そう考えると。大友が島津によって滅ぼされたか、長宗我部がどう出るかですね、あとは。そうすると、ごめんなさい。今言ったこといきなり曲げちゃいますが。場所的には大聖寺。攻めちゃおう。左近だったら取れるだろう。今5月で9月の収穫までの間は、左近はこのまま動かし続けよう。9月までだったら持つでしょう。秋の収穫まで兵糧は持つと判断して、このまま行きます。秀吉になりましたね、顔が。民が疲れているという話は出てますけど、今はね、一刻も早く、勝家の力を削ぐために、城を一つでも二つでも取りましょう。赤松を入れておく、一旦。この朝倉山もね、すぐに最前線ではなくなるので、大聖寺取って、ちょっとどこまで行けるか微妙だな。金沢は1万5000の兵が入ってる。これを取るのは難しいのかな。だったら、少しでも、削っておくということで、勝山城に行こう。さすが左近よ。任せとけば間違いない。で、前回、家中に加えた刑事あたりも前線に出していければ、なおのことよしですね。いやー、本当に家臣団充実してきたよねー。さあ、三成でしょ？いや、三成半端ねえな。あとは、義明、高虎、善助。うーん、ここは上田くんにしよう。あと一人の採用は。試作力増加のものを入れているとはいえ、鉄砲攻撃力上昇大。ありがたい。けど、これを入れるには少し足りないのかな。軍事が39しかないので、軍事を少し意識的に増やしていく必要があるかな。施策として獲得する項目を軍事に重点を置いていきましょう。よし、勝山城を取ったので、勝山城を取ったら、講和に持ち込みましょう。で、左近は帰らせる。ここに来て勝家が講和に応じないはありえないと思うので、しっ
陸上名人ね。まあ、藤堂高虎はね、確か江戸城の縄張りも高虎とかでしたよね。まあ、それほどに高虎は築城名人と呼ばれた人ではあるらしいんですが。さあ、では、この勝山城に戦える武将、統率の高い武将を入れていきたい。誰入れる？二条五所に入っている武将である必要があるので、二条五所に入っている中では戸田勝成か。戸田勝成に、あとは武勇の高い武将をつけてあげる？左近の93。うん、99か。いや、刑事を超えてるもんね。これにじゃあ刑事をつけて、置きましょう。で、内政ができる武将も一人二人と入れておいてあげれば、もう、間違いないね。夏か正義入れよう。五奉行の一人。これで秋の収穫で、勝家がどう動くかわからないですが、もうだいぶ勝家もね、残りの城の数、10個と、だいぶ減らしてますね。よし、勝家との講和がなった。で、西はというと、長宗我部毛利とは、合戦する気はないので、このままにして、家康の処遇だな。塗り絵をするか、それとも同盟を結んでおくか。ちょっと難しいな。先月の収支でございます。兵糧がドカッと入ってきたね。そうなると、川尻家を潰しておく？ちょっと川尻の外交状況を確認しましょう。川尻は、こうやってみると勝家と結んでる感じはあるね。ただ森家、この明智に従属する森家とは、まあ、吉見を通じているというのもあるので、まあ、標的は一旦家康にしよう。で、交渉は、川尻の人間は何もしないということを、じゃあ進前するよ、進前。秀吉自ら、川尻家に乗り込んでもらいましょう。川尻と徳川がぶつかったんだな。ここは川尻家について、家康潰しに入ろう。6ヶ月ほど兵、いいよ、貸してあげる。全然貸してあげるよ。どこの兵貸してほしいの？ナイキ。いいよ。全然貸してあげる。好きなだけ使っていいよと。見返りは、鉄砲、軍馬、金銭。まあ無条件で貸してやってもいいかな。これだったら。いや、言い方。言い方気をつけろ、言い方。そしたら家康に宣戦布告しておきましょう。我が軍略、お見せしよう。早速、兵を出す。まあ、勝家はもう、なんてことない、そんな感じになってるので、我に続け。皆さん、続いてください。皆の者、我に続け。
さあ、ここで一気に家康の息の根を止めにかかる。もう勝家は瀕死の状態なんでね。報告いたします。先月の収支です。これより表情を始める。ここは、さっきお話したように、もう完全に、軍事系のものを採用していきます。優先して。皆の考えを聞こう。軍事が来ないね。これにて表情を終える。門徒参戦。これやりたいね。ただ、門徒参戦も足りないかな。だって、門前で、戦闘を始めるとこちらの兵数が増えるってね、むちゃくちゃ大きいよね。いやー、軍事貯めたいんだけどなー。勝利時に戦意上昇大とかって見ると採用したくなっちゃいますよね。まあ、岡崎、家康の本拠地、岡崎、浜松、このあたり取ったら、まあ、普通に考えたら戦意をなくしてくれそうなもんですけどね。が、家康に負けてやがる。包囲しましょう。さあ、徳川からの使者。兵糧5万2700。これは拒否だな。五詰め決戦になったとしても、陣がこっちにあれば十分に勝てるはずなので、むしろ五詰め決戦を望んでいる形ですね。我々としては。家康の兵6万が、下位にいる今のうちに城を一つ二つと取っておきましょう。さらに増援出すか。出せるんだったら出したい。川尻が滅んだな。もうちょっと頑張ってほしかったけど。川尻滅ぼした家康の軍がやってくるもんね。家康の6万がやってくるのか。家康の6万相手にするのきついぞ。川尻がもうちょっと踏みとどまってほしかったな、本当に。これは。皆の考えを聞こう。なるほど。悪くはない。さあ。家康6万が迫ってるんで、まずは、さっさと、城を1つ2つを取りたいよね。だって家康は難なく3つの城を取ったわけでしょ？まずは兵糧を買っておく。行きます。出陣する。
死ぬわけにはいかねえからな。長篠城はなんとか守らないといけないね。全員処刑。この俺が。行きます。皆さん続いてください。待機します。よし、吉田城戻ったよ。浜松で忠勝とぶつかるのは避けたい。これは絶対に避けたいぞ。となると、さて困った。どうする？不甲斐なさすぎんだろ、川尻家。それにしても兵を貸したのにあんなに。ちょっと悩ましいのが、家康もだいぶ領地広げてるので、もうやっぱり2、3城取っておきたかったんですが、これ以上の深入りは危険だな。一旦講和に持ち込みます。よし、刈谷城は取ったよ。で、家康が万々が一、こちらの指示に従わなかった場合だよね。木曽福島に向かっていると言われてもな、木曽福島を落とされるわけにはいかないからな。講和よなってくれ。講和がならないとかなりきつい。忠勝くんとの戦闘か。こりゃ勝ち目ねえわ。報告いたします。ちょっと待ってくれ。講和の使者はどうなってる？講和の使者の確認しよう。すでに交渉を持ちかけてるという中なので、まずは左近は吉田城で迎え撃つ忠勝を。三井では犬以上で戦うの危険だな。長篠城で待機。出陣する。問題は木曽福島だな。木曽福島に義明が間に合うかだな。加藤義明が待機せよ。忠勝の軍勢相手に勝てるのか。まあ、こちらも忠勝に劣らない左近ではあるものの。忠勝が3000。唯一の救いはあれかな。こちらの方が部隊数が多いかな。力の差、お見せしましょう。さあ、忠勝軍相手に奮戦だな、奮戦。こちらは全員が槍か。これまた微妙だな。せめて鉄砲がいてくれればよかったんですが、あれですよね。結局
主力部隊に鉄砲隊持ってかれたんですよね。三成とかも400しかいないのかよ。始めましょうか。始めるぞ。始めるぞ。行くぞ。しかも相手は戦つか。忠勝のところに雪村とかいるじゃん、よく見たら。まあ普通に考えたら、あの水野勝成の騎馬隊が突進をかけてくるはずなんで、ちょっとずつでも削っていく感じかな。あとはもう本当に陣をうまく使った戦い方をしていくしかないですね。忠勝は左翼か。ご命令ください。始めましょう。ご命令を。いざ進まん。愚痴を始めるぞ。ご命令ください。始めるぞ。ゲチよ。さあ、行こうぜ。始めるぞ。ゲチよ。始めましょうか。敵の居所、知れましたか。やりたい。前へ。ただ勝つ。危険極まりない男だからな。始めよう。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、始めるぜ。覚悟せ。あとは覚悟しろ。斉藤俊光が間に合うかどうかですね。敵の居所知れました。油断大敵だぜ。今です。水野勝成の6000って驚異的だなぁ。覚悟なき者、負けはせぬ。我らが力、示すは戦勝を敗走させるのが一番いいね。我らが意地、見せてくれようぞ。我が力、思い知るがよい。ゲチよ、覚悟せよ。覚悟しろ。ご命令を。お覚悟願います。ゲチよ、覚悟しろ。これほどとは。今は好機、楽しもうぜ。策のある者がいるようです。押し切りたいよ、ここは押し切りたい。ゲチ、始めよう。我が策、ご覧ください。第一大満大吉、我が祭、天下に披露しよう。さあ残りは策がございます。忠勝を追う。策がございます。ゲチよ、始めるぞ。我が策、お聞きくだされ。手加減できるほど器用じゃないんでな。よし、戦つ破りましたね。まあ陣があるとやっぱり楽だね。あと今回は敵の数はともかく部隊数が少なかったんで、攻撃がうまく決まったのが大きかったかな。処刑する。行くぞ。
きます。進め。待機する。いいよ、思考はなったね。待機する。そしたら一旦すべての兵を引いて、戻るぞ。勝家の動きは見極めよう。いやー、左近 VS 忠勝っていうね、もう関ヶ原の戦いを彷彿とさせるような、そんな胸熱な局面でしたが、まあ、なんとかこれに勝利できたので。戻るぞ。戻るぞ。この後、どうしようかね。家康、もうちょっと削っときたかったという本音はあるんですが、まあでも、三河は、ほぼすべてと言ってもいいと思うんですが、大半を手に入れたので、勝家か家康か。まあ倒しやすいのは間違いなく、勝家。ただ早めに倒しておきたいのは逆に家康と。まあ、家康もでもこの後どうでしょうね。三方向大国に囲まれましたよね。まあ明智、上杉、北条という形で三つに囲まれて、そうそうは動けなくなってると思うんで、先に勝家を倒す方針でいきましょう。で、家康が逆にね、講和系早々に戦争を仕掛けてくるようであれば、返す刀でこれを叩くというね、流れで、プレイの方していきたいなというふうに思います。では、時間も維持がなりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、勝家、そして家康、ここを叩いていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。